ございます。ちょっとまだね、やばい。ちょ今日さ、起きたらね、目が開かみやなってた。なんで、おはようございます。おはよう。今日はね、世代交代前夜公演昼夜があるんですけど、あのね、アミが1周年っていう劇場公演の初日を迎えてから1周年経った後の、なんていうん、初めての公演ですね。2周年目になった初めての公演です。だから皆さん見に来てくださいあと見に来てくださる方は、濃いピンクと白色で、これね、この色振ってアミタンコールお願いします。お願いします。はい、やばいよな、もう3月16日、経ちすぎだよ。時間がほんま早いねん、最近早い。そう、後ろのね、これ出来上がったんですよ。ちょっと見てほしい。じゃららら、はい、え、めっちゃいい感じですよね。まず上からほのぴーで、りおぴーで、さゆきちゃんで、みそらちゃんで、あやみちゃんで、ゆきのんでむずいれおちゃんで、よしみんで、よいしょ、にしまちゃん、れいにゃ、てんちゃん、こよたん、おしまいです。あとあみがだらーんっています。いい感じやろ。結構ないい感じ荒れるといいですね、ほんまに。おはようございます。おはよう。これで世代交代前夜公演50回目の下ネタ、おー、世代交代前夜公演やばい。頑張りましょう、頑張りましょうって頑張ります。お疲れ様です。皆さん楽しみな、ほんまに。この前14日はゆきのさんが出てくださって、16日、あ、今日はりささんが出てくださります。楽しみですね今日も仕事人生やって頑張って、頑張れおはよう。そう、すごいやろ、出来上がったんですよね。お疲れた、お疲れた。みんな NMB48 のメンバーですかって。そうです、これは9期研究生です。全員9期研究生。なんかね、明日か、やば、明日ちかっぱ祭りっていう、ちかっぱ祭りじゃ、ちかっぱ祭ってのがあるんですけど、それに9期研究生って出させてもらうんですけどね、去年出させてもらった時に大雨が降って、で機材が壊れて本当のステージで立てなかったんですよ。本当立つ場所でなんか違う場所で立ったんですけど、結局たまあできたのからも良かったんですけど、そうだから今年は雨降らないようにってことで作ってます。みんなてるてる坊主作ってるらしいけどな、その思いが届くか分からんけど、はい、メンバーカラーのね、そう、メンバーカラーです。わかりやすいやろ。昼夜行くって、ありがとう、探しますありがとうございます。あ、初めて世代交代に来てくださるって、ありがとうございます。待ってます。まだ布団の中ですよって。でもお休みの日やからな、それぐらいちゃう、なんなら早起きやん。アミだって多分休みやったら8時半とかまで寝てるアミタンパジャマかわいいやって、ありがとう。パジャマは着てるけど、普通にこれけど寒いね、ほんまに。だからな、あ、そう、寒いからこれ上着みんな着てます。パンダです。今日19度まで上がるらしいで、天気予報出てた。じゃじゃーん、パンダですパンダ、アミはパンダが好きなんですよ。これはね、お話し会で来ましたね。
そう、それを上着にしてる。え、めっちゃいいあったかさなんですよこれ。そう、19度やから皆さんあったかい格好しすぎて暑いから気をつけてくださいね。あ、待って、何これ。シジマールさん最高ありがとう。なんかすごいなこれ。え、最高とか言ってんのかな。え、びっくりした。びっくりした。びっくりしたの。普通にびっくりしてるけど、なんかさ、ただにただ単にさ、なんかさ、普通になんて言うんですか、なんて言うん、なんて言うんやっけ、あのちょんちょんってしに来ただけかと思ったら、絶対やってないと思ってきてるやつやんな。春でも見てるシャミナのパフォーマンスは楽しみですわ。ありがとう、いっぱいアピールしますね。見ててくださいね。やばい、ほんまにさ、なんかね、今日ね、目玉っていうか目が開かないんですよ。なんかすごい、あのね、まぶたがのしかかってきてる目でなってるんですよ。視界が狭いんです、だからいつもより。なんでですか、多分ね、なんか、え、でも昨日の夜何も別に食べてないんですよ。そんな塩分みたいなめっちゃ取ってるとかないのに、夢の中でいっぱい食べたとかかもしれないけど。そう、パパですよパパ。そう。やばいね、口開いてた、びっくりしてた、めっちゃびっくりしてたもん。多分やってないと思ってカチャって開けて、えみたいな目したでね。はい、そう、目ん玉やばい。だからなんかずしって感じ。ちかっぱって東京でやるなんて、あ、なんかな、ちかっぱのもともとはどこやっけな、金沢じゃ埼玉やっけ、なんかね、東京の方のなんかもともとお祭りだったんですけど、ミニ近っぱやからそれは大阪でやるみたいです。そう、パパでした。ノックしていただかないとそれな。あ、九州、そうや、九州や、九州、間違えた、ごめんなさい、全然違うこと言ってた。でも去年その話してたんですよね。九州、福岡や、福岡、そう、ごめんなさい。ごめんなさい。今日はね、ほんまに頑張ります。やば、明日ですよ、ちかっぱ。早くない？まだまだやと思ってたらもう明日かって感じ。早すぎだよね。あ、だからもう毎日急遽と会ってんな今な。4日とか5日か、あ、5日 ?4 日ぐらい連続で会ってるんです。やばいよな、会いすぎ。友達よりも会ってると思う、学校の友達より。いる時間が長いからさ。あ、そう、昨日ね GSGK の第2話があったんですけど、見てくれましたか？あみね、あれ 1話と2話まではめっちゃ緊張してるんけど、3話ぐらいからまあちょっとずつ緊張がほぐれてってるので、皆さん2話までちょっとアミがあんま面白くないからもう見んとこって思わんといてください。3話は頑張ったから。3話はね、アミはね、あの多分見てくださった方おるかな。次が何かみたいな、次何するか知ってますか？そう、それでね、さかがり姿ありがとう。いや本当はあのね、地獄回りっていうんかな、こうやってやってたらこうやってやってわかりますか？難しいんですけど、あの片足だけで後ろに回るやつ、あれめっちゃ好きで、あみね、ちっちゃい頃っていうか小学生の時に休み時間中あれしてたらね、あの膝の裏が血だらけになって教室に戻ったことがあります。やばいよな、まあそれはやりすぎ。普通にゴルフだよねって正解。そうなんです、だから皆さん見てね、めっちゃ頑張ったから。ゴルフ楽しかった。でもあのゴルフの感想は3話が終わってから喋りたいと思います。今言ったらネタバレしちゃいそうやからやめときます。
そうそう、おはようございます、見てくれてありがとう、ありがとう。おはようございます。そう、第2話はね、お弁当ご飯の時間でした。みはね、ママがね、パンダのご飯をつけてくれ、作ってくれました。アミも作れんで、パンダのお弁当やったら。だけどママが作ってくれたよ、その日は。はい、あのなんか、あのね、アミ、保育園やったからお弁当っていうお弁当があんまなかったんですよ。まあ、たまにあったけど週1やったかなぐらい、だから全然覚えてないんですけど、お弁当の日がたまにあったんですけどね、その時ママがいつもキャラ弁作ってくれててね。なんかね、ママね、キャラ弁作ったらね、いつも写真撮るんですよ。で、それをアルバムに残してるんです。だからね、アルバム、ちっちゃい頃のアルバムとか見返してたら、あ、こんなお弁当作ったのとかあるけどね、全部めっちゃうまいんですよね。アミが作ったらそんなうまないのに、まあうまくなるよな、いつか。その弁当のモデル当然私やんないって、宮本パンが。そうかな、分からへん。でもそうちゃう、ママがもしかしたらパンダイラスト検索とかしてるかもしれんけど。分からへん。コメント違う感じで、近場めっちゃ楽しみにしてます、ありがとう、ありがとう、ありがとう。そう、アミキャラ弁作るの好きなんですよ。なんて言うんですかね、あの細かい作業が好きで、アミは。そう、なんか作ったりするのが好きです。だからね、アミのね、あのね、あの、なんて言う、公式のプロフィールに書いてんのが、なんて言うな、スライム作りとレジンでなんか物を作るな。でもそんな最近やってないんですよ、時間がなくて。でもまあ好きやし、あと、あの小学校の頃の部活、あの手芸部入ってまして、やばいよな、ほんまに。あのね、アミね、学校でめっちゃ静かなタイプなんですよ。こう見えてっていうか分からんけど、まあ結構むちゃくちゃなんか静かなタイプなんですよ。なんかあんまり友達に喋りかけれないタイプなんですよ。だからな、普通に動きたくないっていうのもあって、で手芸部入ってた友達と。やばいよな、そんなさあ選び方あるって感じやん。じゃあもともとはなんか家庭部みたいな、なんかご飯を作る部活があったんですけど、コロナでなくなっちゃってな。そうで、そんな感じです。でもな、やっとこうやって学校中学生になって、また新しい友達が周りが新しい友達いっぱいになってからなって、でようやくね、1年経ってクラスのこと、いろんなことを喋れるようになったんですよ。なんていうん、そう、アミはなんかね、めっちゃ深く狭くタイプで、なんていうん、だからめっちゃ仲いい子が多いとかじゃなくて、仲いい子とはとことん仲いいんですけど、その仲いい子が少ない感じで、でね、ようやく1年経ってクラスのことね、喋れるようになったんですけど、もうクラス替えやって、もったいない。もったいないよ、ほんまに。そう、ほんま、どうしよう、ほんま、こう、来年怖いんですよ、アミ。いける？いけるかな？友達できるかな？怖い。普通にね、今さ、クラス替えして、中1になって、みんなさ、初めての子も多いからさ、ペアがないわけ、あんまり。だからいろんな子のとこ入りやすいけどさ、中2に入ったらさ、ペアできてるやん、そん中入んのもちょっと気まずいみたいな。大丈夫やって、ほんま応援してて、しててください。なんだかんだ新しい友達できるよって。じゃあまあ心配しなくていいかなということで、はい、頑張ります。まあでもそうなったら、でも嫌よな、一人で休み時間過ごすとか。
それならどっか絶対入る。ということで今日の1位のシジマールさんのお絵かきをしたいと思います。一人でも生きるって、いやほんまにな、ほんまに一人、まあでもさ一匹狼ってかっこいいって言いますやん。だからかっこいいキャラでいきましょうか。もしできんかったら怖い。頑張ります。みんなも12秒になるのかなって、え12秒って何、まずえなんかさ、なんやろな12秒って何すんの。何すんのやろな、分からへんな、何すんのやろ。一匹パンダやね。え可愛い、普通に一匹パンダは普通に可愛い。えアミは中二病は思いつくのは普通になんか何やろな、全然思いつかんわ中二病、周りにあんまおらん中二病が。だって中1やもん周りが。学校の友達中1が多いから、中2じゃないからさ、まだ中2病の人はあんまおらんな。あとアミが仲いい子が多分中2病キャラではないかも。結構じゃあ今日の1位のシジマールさん、アバターって言ってたわ、アバターで来てたわ。アバターやったな、そうや、アバターや。書きます。わ、かわいいですね。今日はね、猫ですね。なんかいつもこのキャラクターのイメージあります。めっちゃかわいいよな、お目目がクリンクリン。無敵にはシジマールさんといえばって感じのアイコン、なんていうのアイコン、アバターになってます。そう、あ、はあ、猫やのに髪の毛がちゃんと生えてる。何スコって、スコって何なんやろ。はい、書けましたよ。じゃん、できました。ダガダダン、はい、どうでしょうか。じゃーん、はい、はい、チーズ、カシャカシャ、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。うわ、みんななんか中二病についてめっちゃ書いてる。ということはもうすぐ中二だらけ。え、お前中二に上がっ、中二に上がったらみんな中二病なるかもな。みんなこうや、こういう感じで来るかも学校に。秒で弁当を食べる中二病。あ、中二病ってことか。実は魔法が使えて世の中に反抗したら中二病。なるほどね、難しい。それではランキングを読みたいと思います。13位大野ふぎとさん、ありがとうございます。12位りょうじさん、ありがとうございます。11位てっちゃん、ありがとうございます。10位ごうひさん、ありがとうございます。9位かりんさん、ありがとうございます。8位よしさん、ありがとうございます。7位ベリマユさん、ありがとうございます。6位日高浩二さん、ありがとうございます。5位コスモライドさん、ありがとうございます。4位鉄眼鏡さん、ありがとうございます。3位大見さん、ありがとうございます。2位純一さん、ありがとうございます。そして1位はドゥ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 ン、ひじまるさんでした。ありがとうございました。はい、皆さん今日もありがとうございました。ということで終わりたいと思います。またね、後で、あの、公演前にできたらいいかなと思っているので、よかったら見に来てください。ということで、終わりたいと思います。せーの、シジマールさん、ありがとうございました。じゃあ、また明日ね。あ、後でね。またね。バイバーイ。
雪が降りすぎやな。バイバイ。